まちさんこんにちは、ゆってぃさん、ゆいっちさんこんにちは、ふきゅうさんこんにちは、まぐさんこんにちは、まっちゃんさんこんにちは、からむんさんこんにちは。皆さん来てくださって嬉しい。さっき来てくださった方、覚えててくださってありがとうございます。どこまで読んだっけ。京都まささん、お疲れ様です。お帰り、ただいまです。私はおやつにシュークリーム食べてきました。美味しかった。大丈夫ですか、シュークリームついてませんか、クリーム。美味しかったです。ホセさんこんにちは、マータラさんお帰り、ただいまです。ちょっとお茶飲もう。ちょっとリップだけ。カサカサやったから。めっちゃ急いで走ってきたんで、前髪が。さっき部屋からダッシュであるものを取ってきて、ギリギリ。こんにちは A 作さん、こんにちは、お疲れ様です。ウルスさんお疲れ様です。さん、サイモンのジョーさんこんにちは、こんにちは、ボールちゃんです。モンドさんこんにちは、オレンジフリースさん、タコさんありがとうございます。ヒョウ柄の嬉しいです。トマトちゃんさん、キラキラありがとうございます。キラキラ嬉しいです。まっちゃんさん、だるま、だるまありがとうございます。スクリューさん、よし。ありがとうございます。ルンルンです。フラペチーノさん、かわちかわちですか。嬉しいな。川崎さん、かわいい、ありがとうございます。褒めてくださる、めっちゃ皆さん照れてまう。伊藤まみたさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃんです。私とおしゃべりしてください。めっちゃ今晴れてますね、外暑そう。今日朝から部活行って、その時寒かったんですけど、うん、雨降ってたかな朝。うん、降ってた。今めっちゃ晴れてますね。岡花さん、ただいま、お帰りです。来てくださってありがとうございます。約束果たせてますね。さっきも来てくださって、また来てくれてる。かわいい、嬉しい、照れてまいりますもん。ありがとうございます。リリーさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃんです。4時半ですね今。はい、さっきぶりです。さっきも来てくださった方はさっきぶり、20分前まで喋ってたんで。何時ぐらいまでやろう。5時半ぐらいまでするかな。皆さん、私とおしゃべりタイム楽しんでってください。はい。来てくださってありがとうございます。感謝。あ、また、自己紹介します。忘れてた。 NMB さんのオーディション受けてます。兵庫県出身、高校3年生17歳、ボーロ大好き、ボーロちゃんです。あ、59番ボーロちゃんです。よろしくお願いします。今ライブテーマのとこに、はい、詳しい私の情報を書いてるので見てください。それかあれかな、固定コメントの方に書いた方が見やすいですかね。ライブテーマのところよりどっちが見やすいやろ。みんなそっちの方が良かったらそっちに書き換えます。どっちがいいんやろ。トマトちゃんさん、だるまありがとうございます。だるま。しげさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃん来たよ、待ってましたよ。キャサリンさん、有言実行、来てくれるって言ってたから待ってました。ありがとうございます。キャサリンさん嬉しいです。リリーさん、ハートありがとうございます。ハート。タキさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃんです。昨日おばあちゃんが作ってくれたタケノコの煮物食べました。めっちゃ美味しかった。
大好きです、私タケノコ、タケさんで思いついたけど、タケノコの里とキノコの山やったら最近タケノコ派に、はい、移り変わりました。すいません、キノコ派の方、最近タケノコ派になっちゃいましたこんにちは、シングルンゴさん、こんにちは、赤花さん、5時半だと、うん、ちょうどいい、あ、ちょうどいいですか、5時半くらいなんで、ちょっと楽しすぎて伸びちゃうかも、皆さん私を楽しませてください楽しすぎたら終わらへんかも、ちょっと楽しいけど、リッスンリッスさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃんです、来てくださって嬉しいですシュークリームってめっちゃ喉乾きますね、びっくりキサリンさん、配信頑張ってね、頑張ります、私、ありがとうございます、応援メッセージ、なんか寄せ書きとかもめっちゃもらって嬉しいタイプです、応援メッセージのずっと置いてますね部活の寄せ書き、なんとか先輩へみたいな、めっちゃ嬉しいんですよね、手紙とかほんまに嬉しい粒の大きさ、ボーロも美味しいよ、粒の大きいですよね、私もボール元から好きやったんですけど、めちゃくちゃボール好きになって、今も名前をボールちゃんってつけるぐらい好きになったのは、京都の修学旅行で粒の大きいボールを食べてからです。もうめっちゃ美味しいですよね、私めっちゃ大事に食べてて、ボールを早く食べなあかんけどめっちゃ大事に食べとったから最後の方しけっちゃったみたいな、早く食べた方がいいです、瓶のやつは、粒の大きいボールおすすめ、京都のさっきぶり、そうですね、キア兄さん、さっきぶりです、待ってましたボーロちゃんバタバタで、でもおやつどうしても食べたかったから食べてきちゃった、美味しかった足がしびれた、まだ開始5分も経ってないのによいしょ、タケノコの里、そうなんですよね、タケノコの里とキノコ、キノコの山論争あれ終わんないですよね、どっちも組み合わせたのを作ってほしいです、あのクッキーがめっちゃ美味しいから、タケノコはそのクッキーでキノコの山を作ってほしいどっちの方が得なんですかね、キノコの山とタケノコの里って、なんとなくタケノコの里の方がお得感ないですか、重そう、重さ一緒かな、キノコの山派、寝返っちゃってくださいリスニスさんでも私たまにキノコの山派になっちゃう時もあるぐらい、まだ揺らいでます、狭間にいます、実はいちご味のキノコの山とタケノコの里美味しいですよ、食べたことありますか、めっちゃ好きでストック買いしてました、その期間限定の時、本当に好きなお菓子はもう5、6個ストック作るぐらい、私の家には、私めっちゃ食べっ子動物が好きなんですよ、食べっ子動物のでっかいボックスみたいなのにお菓子を大量に突っ込んでて、はい、あるんですけど、すぐ私の視界に入っちゃうから、視界に入らないように布でかぶせてお菓子ボックス作ってます、見ちゃったら私すぐ食べちゃうんで見ないように、カズさんこんにちは、こんにちは、赤花さんキノコ派ですか、キノコの山も分かります、すごく得な、頑張ってください、カッツンさん嬉しいです、車検さんはじめまして、来てくださってありがとうございます、ボールちゃん頑張っちゃいます応援してください、お願いします、得なの、あ、そうなんですよ、得を考えちゃうから、食べ放題とかもまず元取れるかなって考えて、最近初めて友達とスイパラ行ったんですけど、何食べたらいっちゃん単価高いかなとか考えて、結局カレーライスをめっちゃ食べてしまうっていう、スイパラ行ってカレーライスとポテトを食べましたスイーツより、でもショートケーキ美味しかったです、スイパラのいちごの食べんの遅いんで大変でした、いつの間にかもうあと5分で急いで詰め込みました、最後の最後
私時間配分間違えて取りすぎたんで友達に最後手伝ってもらいました。ポップコーン食べてもらった友達に。かわいいリキリキさんありがとうございます、嬉しいです。キノコチョコ多そう。あ確かにキノコの山の方がチョコ多いんかな。タケノコの里の方がクッキーみたいなとこ多い。いちごの、はい美味しいです、いちご味。ポッキーも昨日食べました、いちご味のポッキー。あれ美味しいんですけど本数少ないからちょっとね、うん、極細派なんですよね。理由はそうなんですよ、分けて食べんのめっちゃ食べやすくて好き。でもタケノコの里のあの感じめっちゃ好きやねん、好きなんですよ。危ない危ない、タメ口になりよった。好きなんですよ、クッキーがめっちゃ美味しい。初見です、ノラさん、はじめまして。猫ちゃん好きなんですか。私も猫派です、猫アレルギーですけど、よろしくお願いします。ボーロちゃんです、こんにちは。スラリンさん、はじめまして。ボーロ大好き、ボーロちゃんです、よろしくお願いします。ボーロ好きなので私お菓子めっちゃ好きです。お菓子全般大好き。マータロさん、ハートありがとうございます、金色のハート嬉しい。結局キノコもタケノコも損ですよ、選べなくって。だから1個の箱に両方入ってたらいいなって思います。ね、大好き、どっちも選べへん。赤花さん食べ放題、そうなんですよ、食べ放題の、私めっちゃ恥ずかしいこと言うんですけど、食べ放題ほんまに大好きすぎて、学校の授業で課題研究っていう授業があるんですね。1時間毎週1時間あって、で身の回りの不思議とか、みんななんか結構賢い人とかやったら海の何やろ、石、防波堤、防波堤の形を調べて、どの形が一番波の何やろ、波を受けて電力に変えられるとか、なんかめっちゃ難しいことやってたけど、私は食べ物について研究したいなと思って、で考えてやったのが食べ放題でどうやったら一番たくさん食べれるかっていうのを調べました。私たちの班は1年間かけてそれを調べて発表するみたいなのがあって、はい、それでやってたけど、さすがにそれはね、みんなの前で発表するの恥ずかしかったんで、途中からあの良さげな感じで腹持ちのいい朝ごはんの、朝ごはんについて調べて、でちょっと選ばれちゃって、あのなんやろ、サミットみたいなのがあって、地域サミットみたいな、そこ選ばれてリモートでつないで、他の学校の人とつないで発表するっていうのがあって、で他の学校の方とディスカッションみたいなのするんですけど、私たちは腹持ちのいい朝ごはんとかなんかそういう感じで言ってんのに、他の人はもう実際に、僕たちはアプリを作ってもう募金とかもいろいろ活動してますみたいな、すごい方とあのなって話し合いみたいな場で意見交換するんですけど、大変でした。でも選ばれちゃってね、一時は大変でしたね。スイパーラテ、そうなんです、カレーもあって、おすすめはポトフかな、ポトフもめちゃくちゃ美味しかったです。チョコ系のお菓子、あめっちゃ好きです、ブラックサンダーたまらんですね。バレンタインとかよく友達とチョコレート交換とかするときにブラックサンダー重宝しました。今年は私バレンタインはめんどくさすぎて作ってないですね。友達めっちゃ作ってて美味しくてね、私は愛を込めて梱包しました、たくさんいろんな市販のお菓子を詰めて、はい。チップさんこんにちは、大井さんだるまありがとうございます、金のだるま嬉しいな。今日の晩ご飯、あカレーかも、私ハヤシライスも好きやから選べないです、カレーかハヤシライスか。カレーかな、私辛いの好きなんで甘口じゃないです。でもアンパンマンのカレーとか好き、めっちゃあのレトルトの箱に入ってるあの味が何とも言えない美味しさ、チョコだったらですよね。私ガルボ好きで最近特売やってたんでまとめ買いしました、3つ。家にストックあります。いちご味派、私何味派ですか。リリーさん、レインボーの星ありがとうございます、嬉しいです。初見です、ポンギンさん、はじめまして、バオラちゃんです。B
ビッグウェーブさんこんにちは、コロワンさんも来てくれてありがとうございます、嬉しいです、イエイ食べ放題聞きたかったでしょ食べ放題について熱く、はい、語りました何を1年間調べてんねんって話ですけど、頑張りました、実際に食べて。で、腹持ちのいい朝ごはんに適してるのは結局まあ白ご飯っていう結果に至りました誰でも知ってるわってぐらいですけど、うん、パンよりご飯がいいらしい。私はでもそんなんやったのに結局朝はパン派です、まだシェアしますね。よく私食べず嫌いがなくて、何でも食わず嫌いですね、食わず嫌いないから何でも食べるんで、その私のめっちゃ仲いい子がめっちゃのど変、ちょっと待ってください、私とめっちゃ仲いい子が偏食持ちやから声が変なんか全然食べれへんくって、野菜とか苦手やからよく私が食べますシェアしますね、食べてって言われるから喜んで野菜大好きなんで何でも食べます、私シェアしますね、よく。私は食べるの好きやけど、たくさんは一気に食べれ、あ、まあみんな同じやけど食べれへんから、いろんなやつ食べるためによくシェアします、いろんな種類食べます。豆太郎大きなさん、こんにちは、こんにちは、ボーロちゃんです来てくださってありがとうございます。こんにちは、スーパーサブさん、ボーロちゃんです、ボロボロちゃんじゃないですよ、元気です、めっちゃありがとうございます、来てくれて。リスンリスさん、あ、そうなんですね、一緒です、発表めっちゃ緊張しました、スライドとかも結構ガチで作って大変でした、スライド作るのパソコンめっちゃ苦手やから。はるからさん、ココイチ知ってます、知ってるんですけど、ずっとあの私カレーを中学生ぐらいまでずっと嫌いやったんであんま食べてなくって、で高校生になってカレーの美味しさに気づいてカレー大好きになったんで、ココイチ行ったことなくって、美味しいですか、ちょっと行ってみたい、どんな辛さがあるんやろはじめまして、チカラッチさん、はじめまして、ボーロちゃんです、ボーロ大好きです食べるの大好きです、お話ししてください、お願いします。兵庫のおすすめスポット、そうですね、どこがいいかな、私は買い物が好きなんでよく三宮とか神戸とかで遊ぶことが多いですね、それとかスポットか、食べ物じゃなくて、南京町って言ったらど定番ですもんね、南京町楽しいですよ、食べ歩き大好きなんで好きですし、兵庫、自然豊かやから上の方とか行ったら丹波とか、黒豆とかあるとこにコテージみたいなの借りて私泊まったことあるんですけど、めっちゃ自然豊かで楽しいです、ぜひ兵庫に来てコテージどこでも行けるか、それは行ってみてください。兵庫ね、お城とかもいっぱいあるんで、巡り、お城巡りおすすめ全部行ってます、ほぼ。姫路城も何城、武田城とかもういっぱい行ってます、お城ちゃんと天守閣まで登りましたよレトルトカレー、レトルトバターカレー好きです、私めっちゃナンが大好きで、ナン食べ放題とかよく友達と行くんですけど、バターカレー大好きです、チキンカレーも好き、行きますか皆さん、ナン食べ放題とか、なんかチーズナンとかトマトナンとか明太子ナン、チョコナンとかいっぱいあって幸せでした、部活後にいっぱいお腹に入れました。トミーさん、こんにちは、こんにちは、ボーラちゃんです。行事で楽しみなことは、ちょうど一昨日ですね、行事行ってきて、遠足でユニバーめっちゃ楽しかったです、めっちゃビビリやのにバックドロップ乗って、でも割といけるやんってなって大好きになりました。大阪観光もしてきました。行事他には文化祭やって出ます劇私は何役やろ、もうちょっとで決まりそうです
楽しみめっちゃとか体育大会はほんまにガチで優勝取りに行くんで任せてください頑張ります。スポーツ大好きなんで。はい、トマトちゃんさん、だるまありがとうございます。だるま初見です、初めまして。鳩五十二郎さんかっこいいお名前で、私はボーロちゃんって言います。ボーロちゃんって呼んでください、お願いします。最近そうなんですよ、最近なんですよね、食べれたんですけどあんまり好きじゃなくて、カレー食べるんやったらハヤシライス食べるみたいな感じでしたこんにちはヌヌスクさん、ブラウニーさんこんにちは、土踏みさん初見です、初見さんありがとうございます、来てくださって嬉しいです。六甲さんめっちゃいいですよ楽しいです、ぜひおすすめ、六甲さん牧場とか。黒豆そうですよ、もう美味しいもんたくさんで、私中学校の時に給食で田島牛のカレーが出ました。カレーに入れるぐらいやったらステーキが食べたかったんですけど私はカニもね、カニ食べ放題とかめっちゃ行くの好きで、私はよくもう家族みんなで私の分のカニを剥いてもらって私は食べます私大好きなんでカニ。姫路城そうです、姫路城、白鷺城とも言って真っ白なお城でめっちゃ綺麗です、上まで登ったことあります。中華街そうなんです、中華街南京町、チョコナン興味ありますか、めっちゃ美味しくて、チョコナンの他にもシナモンナンとか、何なんかな、キャラメルなんとかなん、もうデザート系もめっちゃいっぱいあって、いちごチョコナンとか、私の一番美味しいって思ったのは明太チーズナンやったんですけど、明太チーズナンと普通のチーズナンと何かな、他一番美味しかったの、でもデザート系もめっちゃチョコナン美味しくって最高でした。アップルパイみたいなナンもあって、種類が本当にそこのナン屋さん30種類以上あって、もう全部食べたかったです本当は、めっちゃ美味しかった部活の子と行ったから十何人で行っていっぱいシェアしまくって楽しかったです。一日中でしたユニバ、あ一日中じゃないかな、早めに出て大阪観光しました。軽音？ん？何やろ。どうやろ。こんにちは、オーナーさん。元町は、元町もそうですよ。ん？元町？大阪？兵庫？兵庫か。元町。六甲。え、そうなんですか？知らんけど。よく使うやつ、関西人。私も使うけど。見れるらしいんですか？ UFO 私今までで。一度も見たことないんでちょっと興味ある、そういうの信じるタイプなんで私も黒豆、え、わかります、給食のキャサリンさん、私めっちゃそれ大好きで、よくじゃんけんも絶対出てました、黒豆きなこクリーム欲しい人って。私の好きな給食のパンは米粉パンが好きでした。どうしますかめっちゃ美味しくて、黒豆きなこクリーム、小学校まではきなこパンをその小学校の食堂で作ってくれてたから、そう出来たてが食べれてたんですけど、もうそもそもきなこパンがなくって、中学校って寂しかったです。だからたまに最近もパン屋さんできなこパン買います、めっちゃ美味しい。ボブさんこんにちは、はじめまして、59番ボーロちゃんです、よろしくお願いします。コジさんこんにちは、こんにちは。ヤスコさんこんにちは、来てくださって嬉しいです。はじめましての顔ですかはじめまして。実はえ、そうなんですか、リスンリスさん UFO やったんですか、どうですか UFO の中どんなんでした、いました、あの銀色の宇宙人会ってみたい。ノーヤンさんこんにちは、こんにちはボーロちゃんです、来てくださってありがとうございます。クビちゃんさん初見です、はじめまして、自己紹介します。 NMB さんのオーディション受けてます、兵庫県出身、高校3年生17歳、身長 165.5cm あります、59番ボーロちゃんって呼んでください、よろしくお願いします。よかったら
ライバーテーマのとこに私の細かい自己紹介載っけてるんで読んでくださいお願いします。ここまで読んだっけこんにちは KG さん、リスンリスン、宇宙人は人々にも、え、そうなんですか、コーヒー好き。で、私と話合わへんかも、宇宙人の方。コーヒー苦手なんですよね私。美味しいですかコーヒーって紛れてるんですか、もしかして、もしかして私が宇宙人かもしれないトマトちゃんさん、キラキラありがとうございます。キラキラ嬉しいです。あ、出してなかったです、テロップ、すいません、出そっかな、出そう、何出そういつも分からへん。入れれました、ありがとうございます。テロップ出すの忘れちゃうから。スタバは行かないの、行きますよ。最近もキャラメルの一個前のやつかな、今やってるのメロンやと思うんですけど、一個前のキャラメルなんとか飲みました。めっちゃ甘々で美味しかったです。コーヒー飲めないけどフラペチーノとかよく期間限定の飲みに行きます。ココアも好きです。私がスタバで一番好きな味はいちご味のフラペチーノが大好きです。めっちゃ飲みます、いちごの期間になると。スイカ、私め、あ、スイカちゃうわ、今メロンか、メロンめっちゃ苦手なんです。私行きますよ、でも今行けないです、苦手な味やから。うん、期間限定しか私飲まないです、あんまり。スタバで焼き芋味のスタバも飲んだし、チョコの時も飲んだし、あと何の時飲んだかな、結構行きます友達とうるしさん、ハートありがとうございます。ハート博士とナノちゃんさん、こんにちは、はじめまして、59番ボーロちゃんです、よろしくお願いします。ウルスさん、ハートめっちゃ嬉しいです、たくさんくださってありがとうございますそうなんですよ、スタバでコーヒー頼まなくって美味しいですか。カルディのコーヒーとかも全然飲んだことなくて、一口飲んだけど苦手でした。コーヒー甘くしたらいけるかも、でもいちご大好きなんですに出すですね、はい、そうなんですよ、いちごめっちゃ大好きで、今日も家に冷蔵庫にいちごあるんで、配信終わったら食べようって企んでますいちご好きで、いちごあります。この前お見せしたいちごがちょうどあるんでいちご、あ、いい匂い、いい匂いするいちごですこれいちご大好きなんですよ、だから春が来て嬉しいです。私はいちごの季節なんで、何でもいちごやったら大好きですほぼほぼ。スタバより、あー、わかります、コメダもめちゃくちゃ好きで、よく部活の大会後にメンバーと行きますね、コメダとか。で、私この前、半年前の大会の時にコメダ行ったんですね、部活のみんなと。でいつも白ノワールの小さいのプラス卵パンを食べるんですけど、私は。でその時にまさかのちっちゃいする白ノワールがなくて、初めてビッグの白ノワールを頼みました。その時もう思ってた以上に大きくって、で私と一緒の大食いの子もいるんで、その子と一緒に、あ、1個じゃなくて1個ずつ食べました、その子と
一人一個ずつ。コメダ大きさがすごいですよね。大好きでも。朝行ってみたいです私。モーニングでコメダ。行ったことあります皆さん。行ってみたい。人類に栄光あれさん、お疲れ様です。お疲れ様です。シバさん、マーさん、こんにちは。行ってみたい飲食店。そうですね、たくさんあるかも。どこ行きたいかな。行ったことないところでじゃなくていいかな。今はめっちゃしゃぶしゃぶ行きたい。しゃぶしゃぶの食べ放題行きたい。しゃぶ用とかワッフル手作りできるからめっちゃ好き。焼肉も行きたいです、食べ放題。お寿司屋さんも行きたい。私はスシロー派。何かな、行ってみたい飲食店。全部ほぼジャンル行ったことありますよ。ラーメンも食べに行ったことあるし、女子高生2人で。牛丼もあります、女子高生2人で。なんか私たちが友達と行ったタイミングはサラリーマンの方めっちゃいて、2人だけめっちゃ浮いてました、牛丼食べてて。とか天ぷらめっちゃ好きなんで私、揚げたての天ぷら食べれるとことか行ったり、おばあちゃんたこ焼き作るん上手でお店やってるんで、はい、食べたり。他なんやろ、行ってみたい飲食店。中学生の頃とか私めっちゃ流しそうめんドハマりしてて、流しそうめん屋さんに行って、竹で結構距離あるところから流してもらって食べに行きました。川があるところでめっちゃすごかった、本格的な。一人一レーンあるんです、流しそうめんの竹が。行きたいです。またバサラゴーさん、ピカピカありがとうございます。星もレインボーの、嬉しいです。トマトちゃんさん、ハートありがとうございます。ハートのやつ嬉しい。ガーナさん、東京に、180分待ち。ユニバのアトラクションみたい、すごいですね。あるのですが、なんやろ。行ってみたい、でも私行ってみたい。でも180分か、ちょっと長いな。とバサラゴーさん、あーちゃうわ、読んだ。ありがとうございます。ケイヒロさん、こんにちは、はじめまして、ボーロちゃんです。レガシーさんもはじめましてです。ヨウちゃんさん、初見ですか。私も初見ですよ、ヨウちゃんさん見るの。来てくださってありがとうございます。59番ボーロ大好き、ボーロちゃんです。よろしくお願いします。今日は部活終わりでお団子ヘアです。ボサボサですけど、はい。次の配信、夜にも配信するんですけど、その時はおろそっかなって思うんで、私の髪の長さ知りたい方は夜にまた来てください。コーヒー飲みたいわけじゃ、3時間待つ感覚がないですかね。うん、なんで3時間も待てるんでしょう。すごいですね。私結構イラチなんで。せからしいです私。なんか無駄な時間とか見つけたらテキパキ動きたくなっちゃう、もったいない時間がってなって、部活とかでもちょっとでも時間余ったらすぐ動きます。出勤です。ボーロちゃん、おしゃれなお店。うわー、そうなんですよ、悩みますよね。私はどっちかというと待ってでも入らへんかな。私はおしゃれとかそういうのより味を重視してるので、ボロボロなお店でも味おいしかったら全然そっちの方が待ちたいです。私味重視、コスパ重視。おしゃれそんなにかな。そうなんです。あ、初訪問の方がたくさん来てくださってありがとうございます。今 NMB48 さんのオーディション受けてる兵庫県出身高校3年生17歳の59番ボーロちゃんです。多分初めましてだと思うので、初見の皆さん、あ、絶対そうですよね。なので私に質問してください、何でもいいです、答えます。何かな、私の情報。今器械体操部に入ってて、今日も朝からお昼過ぎまで練習してきました。と、何かな私の情報。中学時代は卓球部でした。で、中学校中3まで書道を習ってて、
8段持ってます。ほんで何があるかな情報がね、なんやろ、あ、チャームポイント、ほくろ、ほくろと鼻、鼻褒めてもらえるお父さんにで、身長も高いですよ。中学校入った時中1ぐらいで160ぐらいありました。つまり全然伸びてないんですよね、はいその時がピークに高かってんけど、冬淵さんこんにちは。こんにちは、来てくださって嬉しいですコーヒー飲む、飲めないんですよね私。ミルク入れたら飲めるかもやけど飲まへんかな、あんまり。としびんさんこんにちは、はじめまして、ボロちゃんです。バカボンみたいなアイコン可愛いですね好きな曲は、好きな曲はしだれ柳と夢は逃げないが大好きです。他にもアイドルグループさんの曲よく聞いてて、私のミックスリストみたいなの作って YouTube でいつもそれをしてますと、体操ということ、すごくあの前には柔らかいんですけど横は普通かも、まあまあ柔らかいぐらいすごくじゃないかな。高校生から始めたんで、それまで私ガチガチでブリッジも倒立も側転もできないぐらいだったんですけど、今はもう完璧にできるようになりました柔軟も毎日やってるんで、この配信もほんま柔軟しながらやりたいんで、やろっかな次の配信も。皆さん分からへんけどやってるかどうかは。今は股関節の柔軟してる次開脚しながらやろう片付け要素のために今物が散乱してる、下映せへんわと、美味しい焼肉店と、あーすごい悩ましい。でも最近食べ放題食べ放題食べ放題で大好きやけど、でもしんどくなるじゃないですか。私はあのギリギリまでお腹に詰め込むタイプなんで、だから美味しい焼肉をちょろっと食べる方がなんか美味しいなって思うから、美味しい焼肉店ですかね悩ましい。でも野村さんこんにちは、はじめましてボーロちゃんです、よろしくお願いします。皆さんちらなんかアイコンめっちゃユニークになってる、来てくれて嬉しいです。マルガンさんこんにちは、こんにちは。ほのぼのさんこんにちは。ひげひげマジンさんこんにちは、フォローもありがとうございます。フォローしてくれた、嬉しいとスパスバさん、スバさんこんにちはエラさんこんにちは、ホセさんキラキラとピカピカありがとうございます、嬉しいです。キラキラピカピカしてますあ、神戸の名所一個思いつきました、ルミナリエ、神戸のルミナリエめっちゃ綺麗なんで、ぜひその時期に行ってください、めっちゃおすすめ。言い忘れてた、行ったことあります、私ちっちゃい頃に。保湿リップを濡らしてもらった。タカさんこんにちは、こんにちは。なにわのショーニーさんこんにちは、来てくれてありがとうございます、ボーロちゃんです初訪問の方たくさん来てくださってありがとうございます。59番ボーロちゃんです、来てくれて嬉しいです。もう5時って早いですね、私1個前に4時半までやって、あ、ちゃうわ、4時までやってて、4時半スタートでしたっけこれって、多分あっという間ですね、早い本当に。私は配信終わってすぐお風呂に入っ、お風呂に入る前に筋トレしよっかな頑張ります。ちょっとユニバー行って食べ過ぎたんでウエスト絞らないと、頑張ります。せっかく今腹筋割れてるから太るわけにはいかないしてお風呂入って、また夜からの配信もするので見に来てください。
なっちさんハートありがとうございます。嬉しいです、来てくださってありがとうございます。なりゆきさんこんにちは。こんにちは、来てくださってありがとうございます。はじめまして、59番ボーロちゃんです。くしゃみが出そうでした、危ない。ゆさん今日めっちゃ、本当ですか、嬉しい。お団子ヘアやからかな。こんなぎさんめっちゃ好きで、あ、桜坂さんの推しは小島なぎささんと山崎天さんと的野美代さんとたくさんいます。推しです、嬉しいです。私あの今日ちょうどこんなぎさんのアクスタ届いて飾ってます。ラッチさんハートありがとうございます。仕事なんで、あ、またねです、待ってます、来てくださってありがとうございます。ハート嬉しい。今までで一番緊張したこと、難しいな。でもやっぱ緊張したやったら一番、なんやろ、オーディションの時の結果発表かな、何番って呼ばれる瞬間が一番緊張します。あー、呼んで呼んで呼んでって思いながら願ってるんで、その時が一番緊張するかな。呼ばれた時はめっちゃ嬉しいし、呼ばれんかったらめっちゃ悔しいけど、その時が緊張するかな。他なんやろう、なんかいざ言われたら一番って難しいですね。他は部活の大会でこれ決めたらもう表彰台やとか、そういう時はめっちゃ緊張します。平均台めちゃくちゃ緊張する。一番緊張したこと、なんやろう、あー、でも結構あれが一番かな。生徒会選挙出た時がこんな人前立つことなかったんで、あれが一番緊張したかな。ドキドキで毎日生きた気がしなかったです。なんやろ、また思いついたら言います、一番なんとかしたこととか。一番私が怖かったことはこれ話したことあるんですけど、多分ちっちゃい頃にふわふわのトランポリンってあるじゃないですか、ビニールでできてて、なんか大きいトランポリンみたいな、ふわふわドームみたいなのがあって、で滑り台があったんですね、そのふわふわな生地で作られた、でその隙間に私挟まって、で私が挟まったらもう 5,6 人なだれ込んできて乗っかってきて、その時小学生小3ぐらいかな、で上に上がれんくって、マジ息できへんくって死ぬかと思いました。怖かった、その時私トランポリンの中で死んでまうんやと思って怖かったです。無事生還。ゴムさんこんにちは、はじめましてボーロちゃんです。そういやですよね、部活の試合めちゃくちゃ緊張して、今回も早退近くって最後の大会なんで、しかも団体メンバーがあって入ったんで、もう本当個人で出てたら自分の失敗は自分で終わるけど、団体競技なので迷惑かけれなくって、すっごい緊張します。私は平均台が一番緊張する。床もめちゃくちゃね、もうガチガチになるんですよ、動きが。ダンス踊らないといけないのに、みんなに見られるから、ですね。でも中学校時代の卓球の試合はそんなに緊張しなかったな、なんでやろ。覚醒します、大会になったら私。演技する前のルーティーンは友達に背中を叩いてもらうですかね、カツを入れてもらいます。去年は先輩もいたんで、その時は先輩に叩いてもらってて、はい、それがルーティンですかね。人類に栄光あれさん、どういう顔やろ。ニコニコ、こんにちは。ファルコンさん来てくださってありがとうございます。はじめまして、59番ボーロちゃんです。よろしくお願いします。
ラッチャンさんこんにちは。こんにちは、また来てくれてありがとうございます。皆さん2度目とか初訪問とか嬉しいです。ボロちゃん見つけてくれてありがとうございます。私はおやつシュークリームでしたが、皆さん食べました？おやつ急いで食べてきたんで、はい、もう喉パスタパスタなんですけど牛さんこんにちは。こんにちは、ボーロちゃんです。来てくれてありがとうございますいいですね、やっぱ部活して頑張って動いて、お昼ご飯焼肉食べて、でシュークリーム食べて、めっちゃ喋って、で楽しかったからすごい眠い、はあ、お昼ぐらいがねいっちゃ眠いはずなのに、私5時ぐらいが一番眠くなるんですよ。謎ですよね。だから部活の時も5時ぐらいになったらいつも眠くなるブロッコリー食べてきた。あ、いいですね、ブロッコリーめちゃくちゃ好きで、私ブロッコリーにはマヨネーズつける派、ごまどれもつけるかな。ステーキとかについてる添え野菜のブロッコリー大好きですあれ美味しい、めちゃくちゃ。皆さんあれですかね、ゴールデンウィークからウィークやからどっか出かけてますか？今とか配信見てくださってるけど、どうなんやろう。私は全然兵庫県にいますけど、県またいでる方とか、はたまた兵庫に遊びに来てくださってる方とかいらっしゃるんかな私には休みがないのでゴールデンウィーク、はい、楽しもうと思います、私なりに。と、はじめましての方来てくださってありがとうございます。兵庫県出身、高校3年生17歳の59番ボーロちゃんです。ボーロが好きです。でもボーロちゃんって名乗ってからまだ1回もボーロ食べてないな。そういや、また買ってきます。ボーロもぐもぐ配信とかしよっかな赤ちゃんみたいですね、なんかでもアンパンマングミとかめっちゃ好き。アンパンマンのお菓子、結構赤ちゃんの食べ物好きです私と、モビールスーツさん頑張ってください、ありがとうございます。頑張ります、嬉しいです。応援されるのめっちゃありがたい。中学校かな、小学校かな、小学校の時に応援団みたいなありました、体育大会の。私めちゃくちゃやりたくって、毎年立候補するんですけど、ずっとなれなくて、はい、それだけがやりたかったですね。ほんと小学校時代応援団めっちゃ憧れてた。なんかめっちゃかっこよくて、鉢巻き巻いて、あの手袋つけて、赤か白かの、赤組白組で分かれてたんで、小学校の頃大玉転がしとかめっちゃ懐かしいですけど、応援団入りたかったんですよね。兵庫の魅力、兵庫の魅力なんやろう。自然豊か、食べ物がめっちゃ美味しい。兵庫県の魅力、なんやろう、子供が遊ぶ場所が多いかな。公園とかめっちゃ多いイメージあります、兵庫は。ちっちゃい頃めっちゃ公園が大好きで、毎週公園出かけてました。いろんなとこのおすすめの遊具教えます皆さんに。私が好きな遊具は石の滑り台が好きで、兵庫の須磨離宮公園って知ってますかね。そこの滑り台が石の滑り台で、よく危険って有名なんですけど、そこめっちゃ好きでよく行ってました、ちっちゃい頃。そこまで行って、車でね行ってやってましたね。とかシーソーとかめっちゃ好き。と地球儀、回る地球儀、ジャングルジム、回る回転型ジャングルジムとか好きでしたね。よく釣り輪、公園の釣り輪で頭ぶつけてました滑り台も好き、公園多いです、はい、兵庫の魅力、食べ物美味しい。波動さんこんにちは、ボーロちゃんなのに。そうなんですよ、ボーロって言ってるくせにまだボーロ食べてなくて、食べます
また食べます皆さん食べました、ボーロ。またあめさんお疲れ様です。提督さんもお疲れ様です。来てくれて嬉しいです提督さんハートありがとうございます。浮遊物さんフォローありがとうございます。てっきりなんかずっとフォローしてくださってるイメージあったけどありがとうございます。ハート嬉しいです。オレンジフリーズさん、スマに乗り心地の良くない乗り物あるんですか。スマにどんな遊具やろ。スマのその滑り台かな、違うかな、変わった遊具私めっちゃ好きです他なんやろう遊具ね。あ、なんかストローみたいな遊具があって、なんかわかるかな、こういう結構高さがあって私の身長より全然高い170センチぐらいのストローみたいな遊具に手持つところがあって、ワンワンジャンプするの、そういう遊具があってめっちゃ好きでした。みょんみょんさんお疲れ様です。お疲れ様です。皆さん今日は土曜日です。明日も明後日も休みですよ。めっちゃ幸せはい、私は幸せじゃなかった、そんなこと言いながら。緊張するんやった、月曜日ね、3連休ですよ。スクリューさん、子供の頃自分の弟なんとかのか、なんのか足ですかね、行った、私もよく怪我してました、石の滑り台で。好きやけど結構危ないんで、あれ滑り心地最高、でも吹っ飛ぶから宙を飛びます私あれで。ちくわさんこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。オレンジフリースさん、タモリさんが収録で、あ、そうなんですか、タモリさんも言ってた。なんか結構有名ですよね、あそこの滑り台。めっちゃ大好きでめっちゃ行ってました、すっごく大好きやから、家族で旅行行く時とかも、私公園好きやから、この年になっても面白そうな公園あったら泊まってもらって、ちょっと行ってくるって言って鉄棒で気上がりしたり、はい、元気です公園大好きなんです。冬渕さん兵庫、そうですね、そうそうそう、ありがとうございます、教えてくださって。いっぱいあるけどいざとなると出てこないもんですね。明石焼きめっちゃ好きで、明石焼きの元から作ったことある美味しいです。551の豚まんも大好きで、私はエビシューマイも好きです。と551のアイスキャンデーめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてください。白熊も美味しいですね、フルーツいっぱいで。海峡大橋、明石海峡大橋もなんかちょっと前までギネス世界記録で長さが最長やったらしいですよ。もう越されてんのかな、わかんないですけど。ですね、温泉もいいし、淡路島の玉ねぎ最高どこまでやったっけ。とみょんみょんさんハートありがとうございます、ハート。ゆさんパチパチありがとうございますもう顔がツボです、ゆさんの険しすぎますねそれ私もお城に塗ったことあります、顔真っ白にされました、文化祭の時貞子役やったから。体操もですね、遊具の延長やからめっちゃ楽しいんですよ。特に段違い平行棒大好きで、鉄棒あるじゃないですか公園に、あれの5倍ぐらいの高さあるかな、うん、ぐらいあってめっちゃ楽しいです。思いっきり動けるのが、マットも引いてあるから怪我せんくて、そうですね、やから体操部に入ったんかも、公園好きやから。ちっちゃい頃は鉄棒でだるま回りを最長30回ぐらい回ってました、知ってますか。もう膝の裏で永遠と回るんですけど、だるまになって。あ、ちくわさんだるまありがとうございます。滑り台は立って、よくこの立って滑ってですか、危ないですよそんな。私も人がおらへん時は逆登りしてたりしてました。それとあの滑り台が2個になってる滑り台があって、下の滑り台からよじ登って上の滑り台まで行ってました、よく。危ないけど今考えたら。青さんこんにちは。魔の闇の
管理人さん、こんにちは、はじめまして、ボールちゃんです。なんか怖いお名前ですね。私ホラー好きです。おっさんさん、こんにちは、こんにちは。みゃんみゃんさん、ハートありがとうございます、嬉しいです。そうなんですよ、スクリューさん貞子役やってたんで、出し物、私文化委員その時やって、お化け屋敷やりたいって言い出しっぺ私です。そうでした。でね、貞子で配信ちょっと面白いですけど、皆さん怖くて見てくれへんから嫌です。それ私のこと見てほしいから。面白いですね、確かに。そうですそうです、最優秀賞取りました。目回らないの？その時は全然目回らなかったですね、不思議。今思うと、今30回回った絶対もう目ぐるぐるする。とリリーさん、だるまありがとうございます、金色のだるま嬉しいです、ありがとうございます。わ、危な、コップひっくり返しちゃった。わたあめさん、ハートありがとうございます、ハートハート嬉しいです。またハートくださってる、わたあめさんありがとうございます。七色さん、あと5分、あと5分見てくれるんかな、七色さんありがとうございます。赤花さん、あと5分じゃないわ、私もっとやりますよ配信。よかったら6時ぐらいまでするんで、それまで見ててください。赤花さん、保証はしないけど、そこ保証してくれるんやったらやりますけど、してくれないんですか。ちょっと不安やな、見てもらえるんかな。ゆさん、このアバターずっと探してたんだけど。あ、うん、かわいいかも。うん、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。私も変わったの好きです、結構。変わったステッカーをパソコンに貼ってるんですけど、いつもいじられます。新学期とかもいじられまくるステッカー。京都マサさん、思い出した、前にも不人気、不人気やめてくださいよ。え、不人気やったんですかそれ、私自覚ないんですけど。え、あれ需要ないですか、私のホラー配信。あれ。おすすめホラー映画、おすすめホラー映画は犬鳴村シリーズ、私めっちゃ好きなんでぜひ見てください。それと変な家が私めちゃくちゃ大好きで、またもう一回見に行きたいぐらい良かったので、ぜひと、イットめっちゃ怖かったです私、それが見えたら終わりみたいなやつなんですけど、イット2まであったんかな、見に行ってください。見に行って、私ネットフリックス入ってるんですけど、それだと見れるかな、ホラー映画とか。結構昔のやつとか見ますね、ホラー映画。逆に教えてください、なんかおすすめのホラー映画。貞子とかリングとかも面白い。中年ジェットさん、こんにちは、こんにちは。かしら知ってます、昨日誰、どなたが出るんやろうと思って、歌唱力のやつめっちゃ調べました。あ、出るんやと思って応援してます。楽しみ、めっちゃ。いつから始まるんですかね、 AKB さんの歌唱力決定戦みたいな。 NMB さんからも出るっぽくって応援してます。6時まで見てるね、ありがとうございます。6時まで やるのと、また夜から、はい、髪の毛変えてくるんで、お団子ヘアじゃなくなりますけど。お晩です。こんばんは、炎上さん、来てくださって嬉しいです。そのお仏を見るような目、このおばちゃん、お仏を見るような目、え、そんな 目ですか、私そんなひどい目ですか、そんな目で見てないですよ、ゆさん。ニコニコしてますけど。キサリンさん、好きなアニメは、好きなアニメ、最近ちいかわにハマりだしました。ちゃんと朝起きて見てます、目覚ましテレビかな。と
薬屋の独り言っていうアニメめっちゃ面白いんで、ぜひ見てみてください。アニメね、スパイファミリーとか好き、キャラクターが好き、何が好きって言われたらチェイカーのモモンガとかめっちゃ好きとメイプルさん、こんにちは。こんにちは、ボーラちゃんです。京都マサさんすいません、ほらぶっこんできちゃった。私好きなことになるともう盲目すぎて不人気でしたね、すいませんでも見てくれたんですね、京都マサさんも。嬉しいな唐突なんですよ私なんでも。と福花さん、6時までは見える、あですね、ありがとうございます。6時からまでやって、8時ぐらいからやるかな配信、もう一回次おろしのボーロちゃん見れます福花さんですよね、エンディング曲かわいいはじめまして、赤さん来てくださってありがとうございます。私自己紹介します。兵庫県出身、高校3年生17歳の、身長 165.5cm、 書道が得意な機械体操部、現役ですまだ一応まだ引退してないんで。59番ボーラちゃんです、よろしくお願いします。そうなんですよ、どうしようかなって思ってて、まあ、さっきも喋ってたんですけど、まずイヤホン買ったら歌います。今企んでるのは明日何歌うか決めて歌おうかなって、うん、歌いたい曲を書いてやろうかなと思って、明日やろうかな歌うかも。さん、薬屋タイトルでめっちゃ面白くって、私もうタイトルで引き込まれましたね。でアニメ好きな子が見た方がいいよって教えてくれたから、最近見たらもう一気に5、6話見ちゃって、あっという間です。で今今シーズン終わったんかな、早く2個目のシーズン来てほしいですけど、うん、早く見たい続きがあれですよね、アニメとかなんかドラマとか途中続編で終わる感じやのになかなかシーズン2出してくれへんから、今見たいのにってなって出た瞬間はどうやったっけって思って結局内容忘れてて、熱冷めてからシーズン2始まるのあるあるですよね。隣のナースエイドっていうドラマ見てました、どなたか。続編ありそうなんですけど、いつでしょうあれ、めっちゃ楽しみやのに後編から。ヌヌスクさん、金のだるまありがとうございます、嬉しいですありがとうございますフ6時まで喋って、そっから私はお菓子食べるシュークリーム食べたけど、ちょっとまたなんか食べよう。赤花さん、フリーレン全クールでは評判今良くないんですかね、薬屋の独り言、私めっちゃ好きですけど面白いアニメです。フリーレンめっちゃ気になってて、葬儀屋さんのお話なんかなあれって、そうそうって書いてるから、どんな話なんやろ、めっちゃ気になってる。で最近見始めた今シーズンのドラマで皆さんにもおすすめしたいのがイップスっていうドラマ、面白いんで私も配信終わったらちょこっと続き見たいんですけど残り20分ぐらいあるやつ、はい、面白いです。キャサリンさん見てました？私も見てました、めっちゃ面白くてね、川栄さんが主演でしたよゆさん、わかるわかる、自分も転生したらスライムですか、違うんかな見終わったら見てみてください、ぜひおすすめ。ゆさん、金色のハートありがとうございます、嬉しいです。みょんみょんさん、ハートありがとうございます嬉しいです。受験です、はじめまして、おでんのマークかわいいな、私大根派、大根とこんにゃく来てくださってありがとうございます。マサラゴーさん、好きな映画何回も、めっちゃ好きなやつやったら見るけど、うん、同じの見るのあんまり得意じゃないかも。
展開分かっちゃってるの好きじゃなくて。そうなんですよ、何回も見ないかな。でも好きな映画とか2回目行ったりとかするぐらい、そういうのはあるかな。ナウラーさん、なんて読むんやろ、こんにちはかな、こんにちは。フリーレンおすすめですか、見よっかな。結構みんなおすすめって聞くからハマるかな、薬屋の独り言ぐらいに。今は全然アニメ見る時間ないから見れへんかもやけど、オーディション落ち着いたら見るかも。お疲れ様です、トキさん。お疲れ様です、皆さん。お疲れ様。ジアさん、こんにちは。こんにちは、ボールちゃんです。やべえ、全然読めない、すいません。頑張ってください、頑張ります。サンシャインさん、ありがとうございます。私何でも全力でフルパワーなんで、はい、ハメ外す、ハメ外すっていうか、バカ力すぎてやらかすこと多いんですけど、 NAVB さんに全てをかける覚悟で私はこのオーディションに臨んでるので、皆さん応援してください、全部私の力になります。ナウラさん、こんにちはかな、すいません、全然読めへんけど。コメントくださって嬉しいです。世間さん、はじめまして、ボールちゃんです。トマトちゃんさん、ハートありがとうございます、嬉しいです、ハート。初訪問の方来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。あ、ランクアップしたみたい、ありがとうございます。15位かな、嬉しいです、ありがとうございます。ここにバーンって出た、さっき初訪問の方来てくださってありがとうございます、嬉しいです。スクリューさん、パチパチありがとうございます、嬉しい。あ、フォローしてくださって嬉しいです、箱推しさん。私が入っても押してくださるんですかね、嬉しいな。みょんみょんさん、小判嬉しいです、ありがとうございます。ハマってたアニメ、ハマってたアニメなんやろう、鬼滅の刃ちゃんとハマってました、ブームに乗っかって見たらもうほんま面白くて。でも鬼滅の刃ハマったのに、あれ、呪術廻戦には全然ハマってなくて置いてかれました、ブームに乗っかり損ねた。今からでも乗っかるべきですかね、アニメ。でもアニメより私ドラマばっかり見てるから全然詳しくなくて、漫画とかも知らなくって、だからドラマ見ることが多いから、ドラマ見てから漫画とかアニメに遡ることが多いかもです。みょんみょんさん、ありがとうございます、バラ嬉しいです。15位おめでとう、ありがとうございます。ケサリンさん、感謝しかない、皆さんにはありがとうございます。嬉しいです。ナウラさん、読めへんな、なんで読めへんのやろ、読めそうで読めない。カンナさん、鬼滅ハマったら、あ、本当ですか、どういう話なんやろ、また鬼が出てくるんですかね、フリーレンも見てみよう。唐突に書き始めたけどまだ書いてないんで、
めっちゃ天気いいんで配信終わったらちょっと走ろっかな。こんにちは、えりくんさん、来てくださってありがとうございます。ハマってたドラマめちゃくちゃあるんで、いざ言われるとドラマとかは医療ものとかミステリー系とかめちゃくちゃ好きで、グッドドクターとか知ってますか？あれも面白かったし、ミステリーという勿れ映画化まで行ったんでめっちゃ面白いですとか、何やろ、はやぶさ消防団とかいうやつとか、何やろか、探偵ものは大体見てますね。ミステリー系の全部面白い、ああいう系は。名前全然思い出せへんけど、なんとか翡翠っていう清原果耶さんの主演のやつめちゃくちゃ好きでした。女優さんやったら清原果耶さんが好きで、私透明なゆりかごっていう2ちゃんかなで放送があったドラマが朝ドラっぽいやつ、朝ドラちゃうけどめっちゃおすすめです。プッシュさんこんにちは。赤花さん、魔王を倒した後の世界の物語、そうなんですか？じゃあもう悪者はみんなおらんくて平和な感じなんですかね。え、すごい世界観がすごそう。まちかねさんこんにちは。こんにちは、来てくださってありがとうございます。ランニングいつも何分ぐらい、何分くらいやろう、そんなたくさんするの得意じゃないから15分くらいで終わっちゃうかも、走るの。もうコース決まってて、私いつも桜がめっちゃおるとこでランニングして、でランニングしたついでに近くの公園の鉄棒の高さがもうジャストフィットな最高な高さなので、そこで鉄棒をして戻ってくるっていうコースですいつも。こんにちは、ブルビショップさんこんにちは、ジョージさんこんにちは、ハイブさん見てました、見てました。私も多分大体のドラマ見たことあります、結構自信ある。こいつとかもちゃんとブーブに乗っかって見てたし、なんやろ、ほんとドラマ見るの好きすぎて6個7個ぐらい1週間にあるけど全部見るぐらいね。中3とかすごい好きでした、受験生やのに中3ぐらいからドラマにはまり始めて、あれ見ないと寝れないぐらい。違う、うまい、あ、本当ですか、 YD さんレイアウト。嬉しいです、急いで書いたんで。字のバランスとか変かもやけど、書道8なんです一応、私がやってた部の中では一番上やったかな、得意かも。ありがとうございます。普通になったキロ目、何キロ、あ、何分じゃなくて何キロなんやろ、さすがに 42.195 は走れないので、何キロあるんやろ、あれ15分ぐらい私の速度で走ってるんで、そんぐらいキロメートルです。2キロ多いな、1キロとかかな、分からへんけど走ります。走るん嫌いやけど、縄跳びとかも好きです、結構。ねずこさんの実家、そうなんですか、自分の実家ってあるんですか、どこなんやろ。ほんまの、いるんですか、じゃあそこに、すごどこに住んでるんですか。聞いたあかんな。みょんみょんさん、だるまありがとうございます、見てます。キャサリンさん、めっちゃ面白い、あれやから、あ、バカリズムさんといえばあれ見てました、生まれ変われの、生まれ変わりの人生何周目のやつ、あれめちゃくちゃ好きでした、あれ何回も見るぐらい好き。とか、あ、思い出したドラマめっちゃある、朝顔とか好きでした、めっちゃ悲しかったけど、あれドラマの話したら私終わんないですよ。何部でも出てきます。
一段すごい、わかりますかね、すごさ。もっとなんか友達の書道教室は優秀生とか、なんか一番上の階の人が、なんやろ、名前がかっこよくないですか、優秀生とか、そういうの、特待生、特待生とかあったらしいんですけど、私は8段で終わりやったんで、なんかかっこよくないからいいなって、特待生って名前欲しかったです私も。はるけんさん、こんにちは、ハート嬉しいです、ありがとうございます。開けないかな、開けたら嬉しいけど、書くん好きやからでもめっあれじゃないですか、習字の先生って子供たちがめっちゃ近くで見てる中書かなあかんから、あれ緊張しそう。私やったらめっちゃ緊張する。誰もおらんかったらいいけど、もう間近で書き順とかも全部見られなあかんから大変そう。開くの。あかりさん、名古屋、何あかりさんやろ、あかりさん名古屋だから何あかりさんですか、伏せ字になっちゃった、欲しい名古屋なんですか、どなたかが、うん、あれか、鬼滅の刃ですかね、その話合ってますか、声優さんかな本物かと思いました、私ねずこちゃん違うかった、見てましたね、アニメもドラマも大好きで、もうめっちゃ私テレビっ子なんで、よくお笑い番組とかもリアルタイムで M1 も R1 も全部、キングオブコントとかも全部見ますと、ヒヨニーさん、ペンライトありがとうございます、振ってくださって嬉しいな、紫と水色かわいいです赤花さん、水曜日にテレビつけたらなんとかブルーやってると思ったら、あ、コードブルーかな、主演のドラ、新しいドラマ、あれですよね、医療ものの、私もめっちゃ見たくって、 TVer でよくドラマいろいろ見るんですけど、うん、ね、わかります、なんか名残があって、主演コードブルーとかめっちゃ有名やから、そのイメージありますよね、見たいですそのドラマとねずこさん、なんかねずこさんです、ねずこさんと名字ですね、なるほど、めんめんさん前から嬉しい思ってたんですか、8段ですね、もうちょっと続けたら上行けたのかもしれないけど、うん、また習いたいぐらいですね、でも今書道の授業があって生きてます字書くの好きなんで楽しいんですけど、私いつも字書くのが遅すぎて、書道教室とか通ってた時は一番最後に片付けしてたぐらい、先生と二人きりになって、だから1時間じゃ足りなくて、書道の時間が、はい、困ってます、2時間、いつも2時間ぐらいかけて書き上げてたものを1時間で書かないといけないから、書道の授業はなかなか自分の、なんやろ、思い通りに書けんかった時は本当悔しくて負けず嫌いですけむりずいさん、こんにちは、こんにちは、来てくださって嬉しいです、ボーロちゃんです6時までするのであと10分だけですが見ててください、夜もしよっかなって思ってて、8時ぐらいからしよっかな、またライブ予定管理に入れるんで皆さん待っててください、私は今からなんやかんやして配信の準備しとき、しときしとくので、はい、服も変わってますきっと、髪型も変わってますなんでコードが出るのかな、なんで出るんでしょう、星になるしコードもなんかつくし、待っててください嬉しいです、もうすぐ6時やからそろそろこっかな、見に来てくださった皆さんありがとうございますあっという間でしたね、また時間過ぎるん早すぎて、ボーロちゃんには短いです、1時間、皆さんにとっても早かったかな、ボーロ髪も可愛いですかボーロ髪になります
トマトちゃんさん、キラキラありがとうございます。キラキラ嬉しい。初訪問の方も嬉しいな、来てくれて。じゃあ書きます。ありがとうございます。4時半からも来てくれて早いですね。私にも早かったです、すごく。お昼寝とかするの好きなんで、お昼寝したいです。今日の気分、お昼寝したい。書けました。よいしょ。早めに読んどこっかな。6時までぴったりまでするか分からへんけど、読んで終わろっかな。次の配信に備えて、はい、キュッキュタイム書き終わったんで発表します。イエーイ。と読みます。13位、大豆さん、来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。読むの初めてかも、大豆さん、大豆さん。12位、カラムーンさん、来てくれてありがとうございます。カラムーチョみたいで可愛い名前。11位さん、サイモンのジョーさん、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。10位、ラッチさん、ありがとうございます。今おるんかな。ありがとうございます。9位、浮遊物さん、来てくださって嬉しいです。と8位、オレンジフリースの大吉さん、ありがとうございます。7位はまっちゃんさん、ありがとうございました。6位はトマトちゃんさん、ありがとうございます。はい、そして書いたので、あ、どんぐりさん、字が読みやすくていいです。あ、いいですか。今からランキングも書いたんですけど、急いで書いてるの字汚いかも。読みやすいですか。私は字が大きくて、はい、いつも何でもはみ出る字を書きます。字大きすぎるんですよね。読みやすいって言ってもらえて何より嬉しい。ありがとうございます。4時半からやったかな、何時からしたか分からんけど、違うな、5時からかも。違うわ多分。ありがとうございます、来てくださって嬉しかったです。5位、ちくわさん、ちくわさんありがとうございます。楽しかったです。そして4位、赤花さん、ありがとうございました。この後も楽しんでください。楽しかったです、ボーロちゃん、ありがとうございます。そして3位はキヨニーさん、ありがとうございました。嬉しいです、来てくれて。またボーロちゃん待ってます。今日は3回配信なので、ぜひぜひ来てください、夜も。そして2位、ホセさん、ありがとうございました。来てくれて嬉しいです。待ってます。そして1位はバサラゴーさん、ありがとうございます。パチパチ。楽しかったです。また次のボーロちゃんにも会いに来てください。待ってます。ありがとうございます、バサラゴーさん、楽しかったです。ありがとうございました、皆さん来てくれて嬉しかった。また待ってます、皆さん8時ぐらいに予定
予定ライブ予定なんとかで出すので、ぜひ、はい早いですね、時間早いです。安宗さんこんにちは、はじめましてボールちゃんです。結局タイム心が落ち着きますかよかった。ナインボード見てなくて気になってます。結構有名どころな俳優さん女優さん出てるから。こんにちはんこです。こんにちは、皆さんありがとうございます。今日もこんにちはゆってぃさん嬉しいな、どんぐりさん褒めてもらえて嬉しい。せたかおじさんさん、ハートありがとうございます。配信ありがとうございます、お疲れ様です。また来てください、スクリューさん待ってます。楽しかったです。結構ね、私が早くあの配信を終わらないとなって思ってるのは充電がやばいからですはい、焦っております。また来てください、皆さんお待ちしてます。次はちゃんと 100% にしてやります、配信はい、切れちゃうの怖いんで、じゃあ終わろっかな。また皆さん来てください、8時ぐらいに、多分8時かな、なると思うんで、よければ今来た方は、今初訪問の方はフォローしてて待っててください。お待ちしてます。あ、こんにちはゆうたさん、はじめまして、またねです。それじゃあまたお会いしましょうさよなら。